時半からスタートでございますので、皆さん今日ようこそいらっしゃいました。新潟フォークジャンボリー代表の石田です。石ちゃんです。よろしくお願いいたします。ね、今もこうそこの入り口で、ね、石ちゃん、かつみんとか、ね、お声掛けいただきまして本当ありがとうございます。長岡で、ね、年に一度の生存確認の日がやってまいりましてですね、今日みんな元気で会えてよかったなと思います。はい、ありがとうございます。僕も、元気で生きておりますので、 Facebook とかご覧になっている方は、ね、だいぶご心配おかけしているんですけども、昨日も首に注射打ってきましたので、今日は元気ですから大丈夫ですよ。何のことか分からない人は申し訳ありません。忘れてください。新潟フォークジャンボリー2024 in 長岡2デイズ、今日が初日でございます。毎年この6月か7月にですね、長岡のこのアオーレ市民交流ホールへにお邪魔させていただきまして、フォークが大好きなお客様とこうやってお会いするのが本当僕たちも楽しみにしております。今日と明日2日間、同じグループも入ってますけども、演奏曲は違いますから。違いますよね、明日ね。同じ違いますよね。同じグループも演奏内容はがらり変わって、ね、やりますのでね、ぜひ、2日間よろしければおいでいただければと思います。入り口でこんなハガキ台の紙を2枚お配りしました。1枚は NFJ 応援団メール登録のご案内とございます。毎年実は、お名前と住所を書いていただいて、そちらに DM をお送りしてたんですけどもですね、さすがに出費がかさんでおりましてですね、予算の削減と、まあ、デジタル化ということでですね、皆さんもスマホをお持ちの方も多くございましょうから、ぜひメールで登録していただいて、でメールでですね、こちらのこのコンサートのご案内を毎年させていただきたいなということで、こういうお願いの紙を1枚入れました。一番下に QR コードがありますので、もしわからない方はですね、演奏中ダメですよ、途中でですね、私に声をかけてください。操作方法はお教えいたします。で実は DM にもこれを掲載してですね、すでにもう何十名か登録いただいているんですが、このジャンボリーのメールアドレスと電話番号をスマホに住所録に登録していただかないと返信が届かない場合があるんですね。なので一度、今回もう一度このように書いてご案内させていただきましたので、よろしければメール会員になっていただけるとありがたいです。ご案内以外のことは一切いたしませんので、これを買えとかですね、そんなこと絶対しませんから、ご安心ください。もう一枚はですね、僕のうちらのグループかすみん .com のご案内です。これも Facebook とあとブログの QR コードがありますので、スマホから見ることができますから、ぜひご覧になっていただければ、この QR コードの練習がてらですね、使ってください。そんなご案内でございました。それから毎年皆様に、義援金の募金のですね、お願いをしております。今年はまあご案内のように1月1日元旦にですね、ものすごく大きい地震、能登半島の地震がありまして、私西区、新潟市西区に住んでるんですけども、特に新潟市西区すごい被害がありました。まあ、うちは幸い洗濯機の水が噴き出したぐらいでですね、まあ、ちょっと戸の立て付けは悪いんですが、幸い被害はなかったんですけども、やっぱり液状化でですね、新潟市それから上越などですね、やっぱり被害がございました。なので今回赤十字に募金をするんですが、令和6年度能登半島地震災害義援金とあります。ただ一応新潟県を指定して募金をする予定にしておりますので、ぜひこちらにですね、もしくは表の方にもございますから、募金の方ご協力をお願いしたいと思います。先ほども小銭にジャラジャラジャラ入れてくださった方がいて本当に嬉しかったんですけども、そんな頑張っていただかなくてもチャリンでも結構ですし、どんどん入れていただいて構わないので、ぜひ必ず責任を持って全額赤十字の方に、入れてまいります。でこのメール登録していただけるとですね、この金額を赤十字に入れましたということでご案内もさせていただく予定にしておりますので、ぜひこの機会にメールの登録をお願いしたいと思います。さあ今日はですね、トップバッター荒川さん、今回新潟フォークジャンボリー初出演でございます。はい、ね、今身内から拍手が始まりましてですね頑張ってね、今どんどんハードルを上げて緊張させてますからそれは2番手がですね、上越からいつもおなじみの吟遊詩人の皆さん、ありがとうございます
で3番手が、東京都燕市のグループ、デュオですね、アールグレイのお二人。3番手が私たちカズミンドットコムです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてフィナーレはですね、今日もドーンと盛り上げてくれますアコースティックサウンド日暮らしが最後になっていますね。で一番最後に皆さんと一緒に翼をくださいをフィナーレで歌いたいと思いますので、出入り自由ですから途中でね、アロハの姉ちゃん見に行きたくなったらいつでも行ってまた戻ってきてください。こっちの方が涼しいですからね。向こう広くて足が疲れますから座っていただいて、いや別に悪く言うつもりはないんですけどもね、もう僕ら見に行けませんので、ぜひ行ったらこんな綺麗な姉ちゃんいたよって教えてくださいね。さあそれではくだらないこと言ってないで、さあ今日のトップバッターです。皆さん大きな拍手でお迎えください。アラカンの皆さんです。ありがとうございます。改めましてアラカンと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。私たちは柏崎から来まして、今回初めて、ね、参加させていただくということで、声をかけていただいた時はですね、本当に嬉しくて、まるで紅白に、ね、初出場するみたいな、もうそれぐらい嬉しかったんですけども、はいね、そして、トップバッターということでね、また緊張しますね。ねえ、もう紅白ではジャニーズが大体トップバッター。ジャニーズ一緒ですか。私たちもそういう感じで、
頑張って盛り上げていきたいなというふうに思っておりますが、じゃあ今日は今1曲やらせていただきました。あと4曲やります。じゃあ最後から4番目の曲をやりたいと思います。よろしいでしょうか。多分これ今日はね、皆さんがよく知ってる曲がほとんどだと思いますんで、全然一緒に口ずさんでいただいて、よろしいかと思いますんでね、よろしくお願いします。次はいちご白書をもう一度っていう曲を歌いたいと思います。1、2、3、4。君といた映画がまた来る。授業を抜け出して二人で出かけた。悲しい場面では涙ぐんでた。素直な横顔が今も恋しい。雨に破れかけた街角のポスター。昔が鮮やかによみがえる。君を見るだろうか。いちご白書二人と髪を伸ばして、学生集会へも時々出かけた。就職が決まって髪を時もう若くないさと君に言い訳したね。君を見るだろうか。いちご白書二人だけのメモリー、どこかでも一度。二人だけのメモリー、どこかでも一度。
はい、ありがとうございました。いちご白書もう一度ですね、聞いていただきましたけど、今日はあんまり持ち時間が、ね、ないんで、あんまり喋あんまり喋るとね、本間さんに押してるよなんて言われますんで、サクサクいきたいと思いますけど、私ら世代はどうしてもこう音楽の情報というのが当時、ラジオからこう得るものがほとんどでして、その中でもですね、私がよく聞いてたのがコッキーポップっていうラジオ番組があったんですけど、ご存知の方はこうちょっとこう拍手、あ、意外と少なかったかなやばいなこれ、そんな中でですね、コッキーポップってまあ、ヤマハのポップコーンのね、ポップコーン出身 の、 アーティスト、有名な方たくさんいらっしゃるんですけど、そんな中で今日はあんまり有名じゃない方のやつを一曲やってみたいと思うんですけど、とってもいい曲ですんでね、聴いてみてほしいと思います。白いページの中にっていう曲です。いつの間にか私は愛の行方さえも見失っていたことに気づきもしないで心に染みる。
白いページの中にっていう曲を見ていただきましたけど、じゃああと2曲ですけどね、時間どうですか、ね、あ、大丈夫ですねちょっと今タイミング早かったんじゃないですかね。今日はあの先ほども言いましたけど初参加ということで非常にまあ緊張するとともにですね気合も入っておりまして、今日はあのね普段あのこうみんなこう合わせた T シャツを着てるんですけど、この女子2人はですね今日ちょっともうちょっとなんかいい服着たいわみたいな感じで、ね、ちょっとね毎回 T シャツだからね、いやいやたまにはいいかなと。そしてなんかこう耳になんかぶら下げてますけど、そうそうすいません、ね、あの普段こんなこと全然しないんですけど、たまにはそうなんですか私もあの今日はね気合い入れて、はい、あの髪を白く染めてきたんですけど、え、はい、いやいやそれはいいんですけどね次は初恋っていう曲をやってみたいと思うんですけど、これもあの皆さんご存知かと思いますんでね、ぜひ一緒に口ずさんでいただけたらというふうに思います。よろしいですか、いきます、ワン・ツー・スリさせたよ一人の午後は、恋をして寂しくて届かぬ想いを温めていた。好きだよと言えずに初恋は
ありがとうございました。いい感じでね、時間が余裕で終われますね、これで、ね、じゃあ、最後の、いよいよ最後の曲ですけど、ここで、じゃないんですか。まあ、言われても絶対やめますけど、最後はですね、やっぱりこれもコッキーポップっていうね、まあ、ポップコーンからで出た有名な曲、今日最後の曲をどうしようかなと思って、ものすごい悩んだんですけど、最後っぽい曲じゃない曲にしようということで最後っぽくないやつで今日は終わりたいなと思うんですけど、これはねちょっと微妙だな。皆さん松はって曲ご存知ですか？あ、よかった。これね、よかったです。皆さん知らねえとか言われると、この曲を最後でやるのすごい結構恥ずかしい。次回のオファーもですね。はい、ということで今日は最後に松はっていう曲をやってお別れしたいと思うんですけど、本当に今日は初参加ということで、なかなかちょっと満足いただけるような演奏が聞いていただけたんでしょうか、どうでしょうか。ちょっと大変、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よかった。もうそれだけでもう十分で、もう終わったらすぐ飲みましょう。はい、ね、はい、ぜひ。じゃあ本当に今日はありがとうございます。最後は松は聞いてください。 1,2,3,4。してあの子割とやるもんだねと言われ続けた、あの頃生きるのが辛かった。行ったり来たりすれ違い、あなたと私の恋、いつかどこかで結ばれるってことは永遠の夢。
私待つわ、いつまでも待つわ、たとえあなたが振り向いてくれなくても、待つわ、いつまでも待つわ、せめてあなたを見つめていられるのなら、待つわ、いつまでも待つわ、たとえあなたが振り向いてくれなくても、待つわ、いつまでも待つわ、他の誰かにあなたが振られる日まで、ありがとうございました。アラカンでした。ありがとうございました。明日もまたトップバッターでやらせていただきますので、またぜひいらしてください。ありがとうございました。